どうも、せつなと言います。普段は漫画なんか書いたりして生活しています。えっ、ー、と、2ヶ月ほど前かなえっ、ー、と、ほぼ日手帳のカバーをシステム手帳化するっていう動画をアップしたんですけど、それを使って、まあ、使ってっていうほどではないんですけど、それなりにね、ちょっと溜まってきたのでこんな風に使ってるよっていうお話を今日はしていきたいと思います。よかったらお付き合いください。それでは、行ってみましょう。 まずざっくりどんな風にこれをシステム手帳化したかっていう話から、まあ、前の動画とかぶるところが大きいんですけど、まあ、簡単に説明すると,、えっとアリエクスプレスで A7 サイズいわゆるミニ6サイズのバインダーを購入してこれが えっと、なんだっけ ?PVC っていう柔らかいプラスチックでできているんですけど、もともとはこれがパチンと閉まるタイプ。これだけでシステム手帳としてあったものを切って、ほぼ日手帳の中に差し込むというだけの簡単なシステム手帳化です。で、これをすることによってね、ほぼ日手帳をまた使いたいなって思った時に、わざわざここに金具をはめてるわけとかでもないので、えっと、 カバーをダメージすることもなく、まあ気軽にね、カバー変えたかったら、丸ごとこれを入れ替えたらいいので、結構ね、おっと、そうで PVC カバーの方が、こう、弾力があるので、結構グイグイやっても、えー、カバーが割れることなく、グッと入るようになっています。で、もうしっかり PVC なのでね、滑ることもないし、結構いいと思います。で、えっ、ー、と、 このね、PVC が本来のミニ6サイズ。まあ、えー、アリエクスプレスで購入するときは A7 で調べるとサイズがね、えっ、ー、と、A6 の半分の A7 サイズのバインダーで調べると、まあ、こちらが出てきて、えっ、ー、と、リングの色も色々あるんで、私はこのクリーム色が良かったんで、これにして。これも650円ぐらいだったかな。全然高くないので、お試し、特にシステム手帳、 まだやったことないみたいな方には本当に軽めの投資になっていいんじゃないかなと思うんですけど。で、そう。えー、っと、これがこの PVC 見えてると思うんですけど、PVC プラスチックの部分がこの大きさで、トータルほぼ日手帳の方がちょっと大きいんですよ。なので、ミニ6のリフィル、通常リフィルがこのぐらいのサイズらしいんですけど、一応測って。 えっと、80センチと12センチぐらいかな。うん。で、こっちの紙がね、A6 サイズなんですけど、それこそほぼ日手帳と同じサイズですね。ほぼ日手帳が入るんで、このぐらいの紙が入るというので、えー、っと、ミニ六にシンプルに入れるにはちょっと飛び出ちゃうぐらいの大きい紙も収まるのが、個人的にはこのシステム手帳家のちょっといいところかなって、自作リフィルとか作る人、 からすると、スペース、ミニ六だとちょっと狭いけど、えっと、バイブルサイズほどいらないかなって思ってる人とかなんかは結構いいんじゃないかなって思ってます。あと、なんです、ほぼ日、私もそうですけど、これ、ほぼ日のカンダバ,バーで多分2017年、8年、9年のどれかの、えっと、なんですっけ、ミナ、ペルホルンだっけ もう間違ってたらごめんなさい。いつもミナとかって覚えてるんで、いまいち名前がトータルで出てこないんですけど、なんだっけ。よいしょ。ミナペルホルンかなよいしょ。で、カバー、オンカバーなんですけど、ほぼ日手帳買ってる方、毎年可愛いカバーが出るので、今年はこのカバー、来年、次出たらこのカバーってって、結構ね、使ってないカバー持ってる方も結構いると思うんですよ。私も、えー、っと、 マザーのカバーがもう一個あったりするんですけど、なんで、今年は使ってない去年のカバー、ほぼ日手帳から外して、えっと、ちょっと簡単にシステム手帳にするみたいなのもいいんじゃないかなと思っています。で、そうかな。うん、ざっくりこんな感じで作りましたっていう話なんですけど、まあ、バタフライフラップもね、そのまま普通に、まあ、ここで今あんまり机にボールペンが出てないんであれですけど、 に閉じれるという、ね、で、A6 ぴったしにするとリング系分ちょこっと紙があれなんで、まあ5ミリぐらい切った方が本当はいいのかなってちょっと思いますね。えっ、ー、と、こっちのサイズはちょっと合わせて作ってるんですけど、で、まあ最初の1ヶ月半ぐらいは、こう、 これは、ともえリバー、古い、えっ、ー、と、カズンの使ってなかったページを切り取って、ともえリバーのリフィルみたいにしたのと、これは MD ペーパーに印刷してみたもの。なんで、ちょっと入れてみたいものを印刷してリフィルにできるかな、みたいな感じで、えー、収納していったもので、これは自分で昔作った、えっ、ー、と、クリア素材の、えっ、ー、と、本のしおり、自分のキャラクターで作ったやつを、 えっと、インデックス風に入れたら可愛いかなと思って穴を開けて入れてます。で、これはまあミニ6サイズに切ってみた水彩画用紙です。これでこうやって水彩画溜めていくのもいいかなと思ったり、なんかね、いろんなこんなことできるかな、システム手帳どうかなっていう、えっと、テストみたいなものに、えー、最初の1ヶ月半ぐらいは使っていました。 でまあ手帳にするならこんな感じかなーとかえっとねこれは1週間をなんとか1ページに入れようとしてるんですけどまあ見開き2ページでウィークリーやってったらもしかしたらこのサイズだったらえー、普通にねスケジュール管理も十分できるんじゃないかなっていう私字が小さいんでねあんまり実は大きな手帳いらないんですよねで使ってない けどある、えー、とミニロックサイイズの、えー、と空っぽのっっポーチと、えー、イラストが入ってますで、これなんですよ。これを最近始めていて、私、ツイッターで毎週土曜日のお昼11時半に漫画を上げるようにしてるんですね。一応まあ漫画を描いているんですけど、で、週の第一月曜、あ、土曜、週の第一土曜日はモノクロ漫画を 今は20ページぐらいアップしていてそれ以外の週、えー、残り大体34たまに5週間ある時はないよね34本34回土曜日があるのでフルカラーの漫画をあげてるんですよ。で、えっと、3月から机からっちゃった3月から3月ぐらいの間でまあフルカラーの本あ漫画を 40本から45本ぐらい作って、それをね、私、紙の本がすごい好きなので、毎年まとめて紙の本にしてるんですよ。で、フルカラーでバーっといっぱいね、一とまとめにして、結構いいじゃないですか。で、これがあることによってまた来年1年頑張ろうって私は個人的にね、この分厚さの本私は作ったぞみたいな気持ちになれるのが好きなんですけど、結構ね、その週ごとに書いてる、 まあ、週に4、4ページ漫画を描いてると、内容がちょっと被っちゃったり、見返すのがね、数が増えてくるとちょっと大変になってくるので、手帳でパラパラってできるように、とりあえずできないかなと思って始めたのが、この、まあ、3月から順番に、えっと、アップしていた漫画を、えー、手帳サイズに印刷して、そのまま入れ込めば、 いいんじゃないかなっていうというので、えー、っと、これは、もともと MD ノート、無地のものがあって、それを使ってなかったから解体して、えー、っと、A6 サイズに切って、それをプリンターで両面印刷をして、この、ホールパンチで穴を開けて、まとめたってだけのもので、まあ、ざっと、 あれなんですけど、これはまあ見たい人がいれば私のツイッター行けば見れるんですけど、まあ今年の3月から、えー、現在に至るまで、まだ今週のはプリントアウトしてないけど、あるっていう感じになってます。これがね、やっぱシステム手帳、都市ノートとシステム手帳の違いって思ってて、例えば、えっ、ー、と、 なんだっけほぼ日手帳とかね。スターリングウィンクのコモンプランナーでコモンプレイスをするっていうのはもちろんすごくいいし、私ももちろんずっと続けていて、えっと、ページにね、何か貼りたいときは、プリントアウト、それこそして、シール紙に私はしてるんですけど、貼り付けるっていうのをやってるんだけど、そのページのね、貼るという工程をそのまま無視して丸ごと、えっと、手帳に挟めるっていうのは、 特にページ数の多いものこの漫画もそうですし、あとはもうちょっと調べ事の文字数の多いものを、また紙と紙を重ねて貼るっていうよりは、まるっとプリントアウトして、そのまま挟めるってすごくいいなと思ってて、そう、ちょっとね、私システム手帳にはまりつつあります。で、まあ手帳、スケジュール管理自体は私はやっぱり個人的には、 ほぼ日手帳、ほぼ日ウィークスがね、もう愛しすぎてたまらないので、結局、それをね、何かにこっちとかに乗り換えようって気持ちはないんですけど、やっぱり調べた資料とかをこういうのに記録していくのはすごくいいなと思って、まあ、最近ちょっとインスタグラムを調べたら、ちょっと、一つの手帳に恋に落ちてしまって、 まあ、オーダーメイドなので、まだ、えっと、数日前に頼んだんで、まだあと1ヶ月から1ヶ月半は届くまでかかるんですけど、注文しちゃったよっていう報告動画でもあります。ついついね、システム手帳には、これ以上は手は出さないと思ってたんですけど、まあ、そういうのも運命ですよね。え届いたらまた紹介したいと思います。でね、まあ、これは1年間、コツコツ、これを、 えー、貯めていこうかなと思っています。ここら辺のね、リフィルはあってもなくてもいいんで、一冊分ね、自分の漫画をこれに貯めて、まあ、来年になればまたこういった感じに本にしてまとめて販売すると思うんですけど、まあ、試しにね、こういうことやって皆さんももし何か作品とかあるのであれば、スクリーンの、もちろんね、手帳好きですから、皆さん。 これを見ているということは、ただ手帳、あ、ただオンラインにアップするだけじゃなくって、やっぱりね、紙に印刷して、パラパラっとできるようにするっていうのは、楽しいんじゃないでしょうか、という動画でした。というわけで、今週はちょっと短いのかなもうね、でききってるんでね。えー、っと、はい。というわけで、今週はこんな感じにしたいと思います。 えー、もし今日の動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。また来週も何か撮ろうと思っているのでよかったら来週またお会いしましょう。それでは、じゃあね。バイバイ。